それはね、中学3年生の時の経験なんだけど、そのクラブチームだったんだけど、そのクラブチームで初めてその全国大会出場を決めた試合がすごく印象に残ってて、なんでそんなにこう今まで一番印象に残ってるのかなって考えると、結構その環境もあんま良くないクラブチームだったし、でそんな中でもこう全員がこう同じベクトル、目標に向かって、ベクトルが向かって、すごく本気でその全国大会に出たいっていうみんなの気持ちがこう一つになって結果が出たっていうのが、その経験がめちゃめちゃ素晴らしかったなと。その決まった時にもみんな号泣してたし、ベンチのメンバーだったりメンバー側の選手とかもみんな泣き崩れてて、っていうのは今までないから、すごくいいチームだったんだなっていうのは感じたし、あの経験を超えたことは今までない、今のところないから。